じゃあね、下の3つは、左から順にリーフグリーン、ファイアレッド、リーフグリーンになってるんで、この辺のね、マップの違いとかも皆さん見てってくださいよ。ちょっとね、右上を進めるためにリーフグリーンたちにはおとりになってもらわなきゃいけない。よし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 、いい感じいい感じ。そんで、あーもう右左割っちゃいましたね。こ、そっかそっか、全、そっかそっかそっか、なるほどなるほど、全部あれだもんな、戦うタイミングが違うからうまくばらけちゃいますね。まあ、この辺もうまくね、合わせてって、これポケモンゲットどころじゃねえなこれ歩くだけ精一杯ですね。よし、コトキタウンってところに来ましたね。申し訳ないんですけど、これが今の限界なんで、ちょっと勘弁してください。で、例のごとくみんなバラバラになってるんで、じゃあオブ、なんだっけ、むつみからセーブしますね。で、むつみ、むつみイキーノ、オブチイキーノ、あ、なんだね。そんで、オブチイキーノ、待て待て、どうしたどうした、よしよし、これでオッケー。オブチイキーノレポート、イエス、セーブ、むつみイキーノ、オブコイキーノ、これでオッケーかな。はい、オッケー。まあね、セーブするとかね、結構難しいんですけど、まあ、この動画の醍醐味はね、ポケモン集めにあるんで、次からポケモンガンガンゲットしてきますよ。はい、以上、ありがとうございました。ファイアレッド、リーフグリーン、ファイアレッドって言ったんだけど、リーフグリーン、ファイアレッド、ファイアレッドですね。ではもう早速なんですけど、残念なお知らせ。はい、こちら。右下がね、まあ、セーブデータ消えちゃいました。まあ、なんで、復旧だけはしてあります。まあ、そこはね、もうみんな我慢してください。復旧だけしてあって別に特にね、変わったことしてないんで、まあ、前の状態に復元したって考えてくれればいいです。じゃあ、前回の動画を見返してないんで、どこまで行ってるか全然わかんないんですけど、まあ、今日も、やっていきますよ。あ、優しい。何これ。待って、で、見えない。この、あらすじでね、確認しましょう。もう、あらすじの動きがね、ぐちゃぐちゃすぎて、全然、こいつら何やってんだ。あ、そうだ、大木戸博士に、入ったんだ。このあらすじのうちに、進みましょう。あらすじのうちに。まあ、5分になれます。何こいつ。いや、もめ。これ捕まえるしかないでしょ。初のポケモンゲットしますよ、ここで。左上のキャモメ狙いで。もう、いい加減倒してくれ、お前らは。よし。これキャモメ捕まえますね。多分、まあ、ポケモン全シリーズ一緒だと思うんですけど、敵の HP がね、減ってれば減ってるほど、捕まえやすくなる。もうこれ鉄板ですよね。なので、もう一発、キャモメを、暮らしといて、キャモメを捕まえます。そんで、アイテムを右下で拾いつつ、まあね、例のごとく、どこの画面を実況してるかっていうのは本当にね、もう丸投げで悪いんですけど、みんながちょっと把握してください。ちなみに今メインで進めてるのは右下です。右下をメインに今進めてます。でも、そんなことね、言ってたこのトレーナー戦。トレーナー戦は逃げらんない。あれ、キャモメはどうした？あ、まあね、キャモメとかね、もう名前からして明らかに弱い。もうなんか飛行タイプのポケモンって好きじゃないんですよ。元から。あれどうせ飛行タイプでしょ？飛行タイプのポケモンなんかね、弱点がいっぱいあるんでしょ、どうせ。今作も。で、とりあえず、泥かけてる間に体当たり。引っかく。そんで、ポケモンセンター。あ、待てて、なんで捕まんないの、ツバメ。ツバメちょっとなんか捕まりづらいみたいなんで、戦うで、まあ、こいつ殺しちゃいましょう。いらないです、ツバメなんて。で、イソノで、宿り木の種使っとくかな。まあ、いや、体当たりでいいですね。で、ケムッソは、多分トレーナーなんで戦うと。で、ポチエナもトレーナー。やいがし負けんな、死ね。オッケー、来た。やいがしはなんか、やいがしパワー回復してなかったんですね。ちょっと誤算だな。そんで、やいがしは、うわー、やいがし。よし、遠吠えバカだ。よし、そんでね、キモリと、キモリは、キモリが抜けました。左上のキモリがね、これトレーナーゾーン抜けて、なんかね、走行してるうちに、下の真ん中が、どうやら、ニビシティに到着してますね。よしよしよし、いい感じいい感じ。そんで、左下も、ニビシテに到着します、もうすぐ。で、戦うで、キモリたちは、なんとか頑張れ。で、こいつもトレーナーだから、こっち。はい、オッケー。体当たり。多分、レベル12だから、勝てますね。よし！倉庫行ってる間に、イソノも、ニビシティに到着しました。イソノが6位で、ニビシティに到着しましたよ。んで、お決まりのポケモンセンター行け。これかなり分かりやすい動画になったんじゃないですか？ 6 画面全部ポケモンセンターからね、始まるっていうね。で、前回ちょっと右下のセーブデータが、一番左、
左下と、右は右じゃない、真ん中はたけしの弱点属性のねポケモンなんで、まあ、楽勝だと思います。例のごとく、あれ、あれですね、真ん中、下の段の真ん中は、セーブできてなかったのかもしれないですけど、なぜか知らないけど、トキワシティにいます。下の段の真ん中はなぜかトキワシティにいます。多分これバグですね。なかなかね、まあこういうこともねあると思うんですよ。いろんな障害を乗り越えつつこのポケモン6画面でクリアしていこうと思ってるんで、完全にバグですね。で、倉庫行ってる間にもう、で、とりあえずオブゲ、オブゲ中心見ましょう。そんでオブゲ、オブゲでちょっとね相性が悪いんで、オブゲちょっと中心見ていきますね。メタルクロー、メタルクローって登りました。メタルクロー、メタルクロー使いましょう。よし。そんで、ヤイガシちゃんはこれ多分トレーナーのポケモンなんで、わ、なんか全然、またラルト出てきますね。で、左下は、あ、左下眠り子の覚えましたね。で、体当たりをなくしちゃいましたね。まあね、体当たりなんてでもね、確か相当弱い、技だったと思うんで、ここはまあ、スルーしておきましょう。よし、そんで、着きました。もったんで、まあ死ぬのを待つしかないっていうね。あ、なにこれ、右上見てください。右上めっちゃ可愛いポケモン出てきましたよ。右上めっちゃ可愛いポケモン出てきましたよ。そんで、あー、どうしよう。バグってる。ポケモンサンド、なんだこれポケモンサンド、よし。なんかね、プロフィールを決め、今更プロフィールをね、決め、ああもうダメだ、収集がつかなくなってきたよし、わかりました。みんな動くな、ここは皆さん動止めますよ。みんなの動きを止めます。で、右上のマリル、マリルめっちゃ可愛いんで、マリル捕まえますよ。キモリ、おそらくこいつは、トレーナー戦です。で、そんでなんで、マリルを捕まえつつ、キモリで、キモリを、このトレーナー戦でを倒して、おい、なんで下の段、ちょっと下の段がもうちょっとまずいですね。よし、やめちゃう、お前にはもう一生話しかない。オッケーオッケーオッケー。で、みんなポケモンセンターがあるの知ってます。なのでポケモンセンターまで頑張ろう。これ磯の真ん中の磯の相当おかしいですね。でもね、多分おそらく、左下進化止めちゃってますね。なぜなら絶対同じレベルで進化するはずなんですよ。なのにまだ進化できしてないってことは、おそらく左下は前回の動画もしくは今回の動画で進化を止めちゃってますね。はい、右も、あーのに死ね、頼む、磯の一発持てよ。だいぶオブゲはこんなの一発で死なないです。オブゲ一発持ちますよ。よしよしよし。で、敵の攻撃が一回外れてくれればオブゲは勝てます。オブゲ外れるよ、外れろなんで勝てん、これダメだよ、もうこの企画自体がダメだよ。こんなんじゃだって勝てねえもん、普通にやっても勝てねえよ。1画面でも勝てねえよ俺、普通にこれ1画面でも勝てないですよ、どう考えても。だって勝てないでしょこいつ、どうやって勝ってんだよみんな、だって無理でしょこれは。あ、まあいいや。